こんにちは、原獅子男之助です。今日は三代目三遊亭金馬師匠で紀州です。これも初めて聞く話ですって思ったんですけど、編集しながら聞いていたらなんかあれこれ聞いたことあるぞって調べたら、7月に圓生師匠でアップしてたんですよ。まあ参った。オープニングトーク撮り直してます。そうなの、この紀州っていう題からね、梅干しの話かなって思ってたんですよね。トンチンカンでしょ？いや、トンテンカンかな？ちょっと狙ってるね。じゃあお楽しみください。相変わらずお古いお話で恐れ入りますが、人間わずか50年25年は寝て暮らすと申します。してみると正味は25年かないんですが、その25年丸々有効に使えるかと思うとそうでございません。その中に無駄だなと思うのは随分ございます。あくびだの伸びだのくしゃみだの目ばたきだのね。これは積もり積もって一生涯に大きなもんで5年ぐらいありゃしないかと思います。これを宿定と人間わずか20年、20年の中にまだ無駄がございます。3度のお食事な、定食として1食1時間としてありますから、1日に3時間は消えます。一生のうちに5年ぐらいありゃしないかと思います。これを宿定と人間わずかに15年、まだその他にお風呂へ入ったりトイレへ行く間がありますからな。これを5年宿定と人間わずかたった10年、その他に昼寝だの朝寝だの居眠りなんて無駄がございます。これを引きますてと人間わずかたった5年かありません。で5つまで物心つかずに済んでしまうと人間わずかにただです。ただってなおかしいございます。もっとも生まれる前にはお母さんのお腹の中に十月10日置いといてくれます。お母さんのお腹の中には一日でも長くいるほど利口なお子さんがお生まれになるそうですな。日本で一番お母さんのお腹に長くいたのが応神天皇様、14代中愛天皇様のお種を神皇皇后様がお宿しになりました。3回へ渡る時に十月10日の海月です。ただいまみたいに何千何万トンという鋼鉄艦があるわけではございません。わずかに木でこしらえた船です。釣り船の大きなようなやつ。断層といって男のなりをしましてな。今断層の霊人艇と大変新しいようですが、神皇皇后様が元祖でございます。しかし航海中にお産があってはしようがないというんで、我三冠を回る間必ずご誕生はご無用に存じます。お腹を3遍撫でたら3年間生まれなかった。長方なお腹があるもんですな。神事だからそういうことができたんでしょう。白木百済駒新羅高羅白菜と言ったんです。3年で三冠を回りまして、3年目に九州の宇佐ってところにお船が着きました。でお出迎えに出ましたのが竹之内の宿根っておじいさん。君には九州の宇佐にござります。さすがは女の君ですな。我が領土へ入ったと思いますので嬉しいのを当選になりました。いまだに九州佐世保線に嬉野という温泉場の地名が残っています。我が本土へ入ったと思って安心したせいか急にお産気づきました。慌ててお小屋を建てましたが屋根を拭くものがございません。何か清らかなもので屋根を拭きたいと勝負を持って屋根を拭きました。いまだに5月の5日になりますて屋根に勝負をあげるというのはこれが吉例に残ったんだそうでございます。お母さんのお腹の中で3年間指揮を取ったというので、このお方を弓矢八幡大武神と崇め立て祭りました。八幡様のご神体です。で俗に申します宇佐八幡宮、男山へ移しまして男山八幡宮と崇めたてまつりました。宗州鎌倉へ敷いて鶴岡八幡宮と崇めたてまつりました。江戸の深川へ敷いて富岡八幡宮と崇めたてまつりました。そう、みやみに崇めたてまつらなくてもいいんですけれども戦の神様で、これ八幡様を信仰すると戦が強くなるとお侍みんな信仰しました。その中で一番信仰の厚かったのが徳川家康でした。一代のうちに70幾度という戦をしました。負けてばかりいました。我々子供自分に喧嘩して負けますと、昔権現さん負けるが勝ちよなんて負け惜しみ言ってたもんです。15代連綿と政権を握ってらっしゃいましたが、中で一番お若くって政権を握りましたのが7代の将軍、お七つで800万石の政権を握る。えらいもんですな。小学校1年生で内閣総理大臣になったようなもんです。しかしご寿命をつたなくして半ばでご他界になりました。亡くなったんです。上津方は死んだってません。ご崩御、逝去、皇居からお釈迦様なんだ入滅、宣言なんて言いますな。みんな死ぬてえと言い方が違います。鳥は空飛んでるもんだから死んだってません、落ちたって言います。魚は水にいるもんだから上がったって。商売でみんな違いますよ。材木の親方が死ぬとおっぺしょれたってます。俺口なんて言いますからね。小引きの親方が死ぬと息しききったって言いにくいですな。高野の親方は相果てた。それから考える程度電車の車掌さんなんざ終点だってしない。新しいただいまで野球選手なんざアウトになった。話からごねたくたばった。一番良くないです。お跡目がございません。お七つですから。お跡目のない時には御三家から治ります。紀州、美州、水戸様。水戸様は副将軍でございます。紀州様か美州様。紀州様のお上屋敷が帝国図書館です。元の東宮御所4号線の工事をしているところです。美州様のお上屋敷が元士官学校の前が市ヶ谷刑務所だったんです。士官学校になり、参謀本部になり、東京裁判になり、アメリカハウスになり、大変身売りしたところです。今自衛隊の本部になってます、あそこが。これお知らせがございました。明日はお城に上がって800万石の政権を握るのだと思いますから、嬉しいございます。よく寝られません。朝早く起きまして、うがい長図に身を清めまして、お供ぞろいを立派に「えいほーよれい」前町の本村ってところへ行きました。四谷見附の次です。今本塩町を釣ってます。その頃商売屋で早起きをするのが豆腐屋さんに鍛冶屋さん。オートメーションでございません時代に、鍛冶屋さんの親方が真っ赤に焼けた金を悲しきってえもんの上に乗せます。トーンと打つてえと相づちってえものをテンカーンと上げます。トンテンカーントンテンカーントンテンカーン。これが美州公のお耳にはトンテンカンと聞こえません。これからお城へ上がって800万石の政権を握ると思いますから、天下を取ると聞こえる。天下取る天下取る天下取る。ものは気で聞くってってそう思って聞くと何でもそう聞こえるもんです。我々若いうちに若いうちだって天下取ろうなんつったんじゃないんですよ。羽織が1枚欲しいと思ったことありますよ。前座時代に羽織を着ることができないんです。二つ目って掛け持ちにならなきゃ着せないんです。どうにかして羽織が着たいなと思ってると、後ろから「羽織を着せる!」誰だと思って振り返ってみると「ラオヤ着せる!」巻きタバコじゃない自分です。刻みを飲む着せるのラオをすげ替えに来ました。我々なんざ羽織一枚の苦労ですが、あなた方の方はご裕福でいらっしゃいますから立派な奥さんがあって、まだ二号さんが欲しい。昔はおめかけさんだった。それも自分の好んでいるような目かけが欲しいと表を歩いてると「お好みの目かけ誰が世話してくれるんだ」と振り返ってみると「のこぎりの目立て」そう聞こえるでしょう。今日は風があるな。こんな市に火事があると大きくなるが、火事でもなきゃいいなとうちで心配してますと、往来で「火事はこうじまーち!」びっくりして表へ飛び出してみますと、みそかのこって松屋工人松。昔は勝手口の工人様へあげる工人松をみそかに売りに来ましたもんですから、そう思うてえとそう聞こえるもんです。美州公のお耳に天下を取ると聞こえたのは無理がないです。お白いお上がりになりますてえと紀州公と美州公お座ができてます。ぴたりとご着座になりますと正面の襖を左右にお開きになりましてお出ましになりましたのが宗主小田原の城主大久保加賀の神様。小田原から来たんですから梅干しとかまぼこ持ってきました。順序でございますから紀州様と美州様が並んでおります美州公の前へ両手をつきました。この度七代の諸母軍御余御諸母にてご高いに相なりお求めこれなく死も万民のため任官あってしかるべし。なんと挨拶するかと思いますてえと世は徳薄してその任にあらず、何か断ったように聞こえますがこれは断ったわけではないんだそうです。そばに紀州ってお友達がいますからいっぺん遠慮しようと紀州ってとこ行くだろう。紀州も私に対する義理があるから遠慮するだろう。二度目にあなたがってってきたらそうかい、じゃあまあやりましょう。交際的のうまい人でございますから遠慮したんです。スーッと下がって紀州公の前へピタリと両の手をつきました。やはり同じようです。この度七代の将軍お七つにてご高いに相なりお求めこれなく下万民武育のため任官あってしかるべし。美州か公は自分でいっぺん遠慮してんだからあいつ紀州はなんて返事するだろうなと思ってじーっと聞き耳立ってますと弱徳薄々してその任にあらず。同じような断り方したなと思って安心してますてと言葉のおしまいに「といえども」とずりをつけました。これは大きなずりでございますね。もっともこの人はずりぐらい何でもないから紀伊中納言光貞卿という人の四十二の二つ子です。昔は四十二の二つ子ってと目上いたたるってんで迷信がございまして捨て子をしたもんです。城中の八千代松という松の根堅い捨てました。これを家老の加納将元っていう人が拾ったのを新規にもらってから育てました。幼名を元六郎さん後をせんな中年になってお針の間の沢野という女中へお手がつきました。これお墨付きを下し置かれたばっかりに後に天一坊なんという大役人が現れました。山之内伊賀之助っていうのと共謀をして大々的な詐欺を働こう、芝居だの映画会社だの公爵士に儲けさせようなんて山木のある人ですからずりなんざ何でもありませんといえどもとずりをかけておいて下万民のためとわらば任官いたすべしピタッと仕受けてしまう。さあこうなる程度美州公青菜にしようです。なんだ無縁者のやつがあるもんだ。鍛冶屋の土の根が天下を取ると聞こえたな、当てにならない。早く家へ帰って一杯やろう。そんなこと言いやしません。おかごを急がして前町の本村まで来るてえとまだ鍛冶屋の店で天下を取る天下を取る。どう思い直しても鍛冶屋の土の根が天下を取ると聞こえる。今日城中で彼がお受けはしたようなものの我若年にして天下は取れないから美州公をお願い申しますと明日飛車を持って身どもの屋敷に頼みに来るという辻浦家臣。彼が取るのかわしが取るのか何にしても鍛冶屋の土の根というのは幸先がいいものだなとおかごの中から鍛冶屋の店をひょいっと見ますてえと鍛冶屋の親方が真っ赤に焼けた金を水の中にズブリッと突っ込んだらキシューってったそうです。受継ぎし国の恵みの鍵もなや恵まぬ民に恵まるるみはとお読みになりました。西は鎮西外が浜東は鳴門津軽が起きつづ裏々に至るまでご人生がよく行き届き皆その徳を慕わざる者はなかったそうでございます。八代将軍任官というお話でございます。お長くなります。失礼いたします。金馬師匠で紀州でした。いや前回聞き逃していたんですけど八代将軍って言ってたよね。つまり吉宗だって暴れん坊将軍マジっすか。はあそう紀州の出だったんだ。知らなかったわ。いやなんかまるで司馬太郎の小説を読んでいるような歴史落語ってやつですか。いや勉強になりましたね。でも鍛冶屋のトンテンカントンテンカンが歴史を変える土の音になったのであった。じゃーんかじゃーん、チャ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 だったとはね。明日は八代目桂文楽師匠で松山鏡です。お楽しみに。